毎日更新ドグチューブドグマガザミでございます。200回記念、吉村由美さんに3度目の挑戦ということで、はいはい、昨日は宝物ができました。すごいです。LED 付きスカルアンブレラ、はい、もうねこれどうしましょうか。あれうわー光りましたよこれ。これはこれでもいいですねこれ。宝物がね、これまたなんかねライブとかでこうねですね、はい、今度ライブでね、どう使う、今雨降らないかなって思うけどね。どちらかというと、いやでもこれはもう我が番組では伝説ですから、はい、また新たな伝説を引いていただいたんですけども、うんうん、ちょっとやっぱねここでとどめをさせていただきたいと思いますので。ですよね。そう、なんとかハイパーヨーヨーとエマージェンシーしか出てませんからね。分かってんですよ。これは何でか入ってたっていうだけなんで。そうそうそう、出したかどうか定かではないですからね。ちょっとねこうだからニコンのクールピクスあたりを確かに狙ってます。ぜひ引いていただければ幸いかなと思います。じゃあジップでお願いします、はい、減らしておきますね。大丈夫。よし、じゃあ行きましょう。これね、ちょっと本当によろしくお願いします。ちゃんとね、丁寧な感じでいきましょう。さあ、どれ押す。いやでもさっきのところは売り切れてない。さっきのところ売り切れてないね。ちょっと、こう、やっぱ違うとこ行ったらいいんじゃないですか。ですよ、ね、押すところもね。やっぱ押すところかな。押さなかったね、そこ。押したのここですね。ここか。さあ、どれ行く。重要ですよ、これは。いや押した。押すの早いからね。おお、重さだけはね。嘘、なんか今回ちょっとフルってならなかった。でも結構重くなかった、音ね。本当ですか。ジュニアヘビークールありましたよ。WPA。ニコンが来るかな、じゃあ。おクールピクス。クールピクス出たらさすがにプレゼントしますよ。本当ですか。でも見てください、もう3回目になるとちょっとビビってるっていう。あれ、あ、ありますか。箱的には。おどんな箱でしょう。四角くて、まあまあずっと同じなんですけど。まあまあそれは四角いでしょうね。なんとなく、時間的にすごい私っていけないことをしてしまったのかなっていう空気感なんですけど。どういう空気感なんですか。どうせなら時間が戻んないかなと思ってるんで、ちょっとだけ開けてもいいですか。どうぞ、ちょっとだけ開けてください。よいしょ、じゃん。出ましたね、ホワイトボックス。これ、エマージェンシー。なんとかだけは売れてたんですよ。マージンシーだけはそのままでしたね。ちょっと2個はこうね、ホワイトボックスで。これなんか書いてない、いつもね、文字が書いてあるんですよ。あ、書いてあります。あら、あら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 、なんでしょう。あらあらあら、なんでしょう。あらあらあら、なんでしょう。あらっぽいものがね。さあ、なんでしょうね。あらあらあら、あら、あら、あらじお。あれ？何？全然、あらじゃねえな、これ。何？出してもいいですか？どうぞ。あらじゃないって何？あら、あらが何の意味のあらだろう、これ。何が？ん？しょう。さすがな、私もちょっと久々にちょっとイラッとしてますよ。しょうもない。出た、居眠り探知機とメガウルトラライトや。これの関連性がまず分かんないんですよ、この2つの。もうね、最近この自販機ほんとライト系が多いの、ほんとに。そうでしょ。ちょっとせっかくなんで装備してみましょうよ、この居眠り探知機。耳にかけるタイプとかいいですね。これはいい、これはいいですね。これはね、実はですね、こうですよ。こういうことですか。そう、どうなりますか。いつ寝ればいいんですか。え、寝たらってことですか。これだって、すごい今振動してなかった。あ、今全然振動、あ、今した。ほら、あれめっちゃ振動してるよ。だけど耳にかけたら全然。じゃあちょっと寝てみてください。コクンコクって。お、ああ、お、こんなんで起きるか。しょうもない。ちょっとさすがにちょっと。あれ、これそういうタイプなんだ。この前やった時ね、ピーピーピーで鳴るタイプだったんですよ。これバイブレーションタイプなんですね。そう、バイブレーションタイプ。ちょっと大人のおもちゃ的なね、これ。どれ。大人のおもちゃです。ね、もっとなったらっていうね。いやー、ちょっとね、ゆみさん、これ。
惨憺たる結果でしたよね。忙しい合間を縫ってきたわ。いや本当そうですよ。もうだってこれとですよ。これでしたっけ？これか。ヨーヨーでしたっけ？どれでしたっけ？どれだっけ？一個誰かが置いていってやつ。あ、これ違うやん。え？え？欲しかったメガネ。メガネじゃない。これ違うやん。ヨーヨーじゃないやん。え、何それ？誰かが置いて置いていったやつだ。これ空箱じゃなかった。ちょっと何これ何これ。かけてみてください。あれこっちかヨーヨーか。光るやつですよ。これね、後ろのとこにね、確か昔一回出たことあるボタンがあるポチッと出たことしょうもない。しょうもなくて泣けるしょうこれ、おお、これでもいいでしょ。でも悪くない。グッズでいけるんだな。これはもうライブのツアーのファイナルでこれかけましょう。みんなでつけてこう。みんなお客さんみんなでつけたら大盛り上がり、大盛り上がりですね。めっちゃ酔うこれ。でチカチカしてる。これいいですよ。夜中とか虫めっちゃ寄ってきますよ。あとね、あの自転車乗るときいいねこれね。安全面で。そこに置いてあって誰が置いてたんやけど。何これをいらないとか言って。本当に。あ、ゆっくりになった。スピード変わんねや。あ、でもちょっとお気に入りみたいですね、本人で。つきっぱなしっていうのもある。おお。じゃあもうそれはあのお持ち帰りたいって結構なので。いいですか。ありがとうございました。いやでも、3回にわたり出演していただきましたけども、はい、イムさんいかがでした。こんな感じでゆるくやっておりますけど。なんかね、本当だからさっきも言ったように忙しい合間を縫った割には最後居眠り感じて。まあ、ちょっと尻切れとんぼ感はありましたよ ね, ですね。ちょっとじゃあ僕からまたちょっとお願いがあるんですよ。はい、何ですか。昨日ねサイン1個してもらったんですけど、はい、ちょっとねどうしてもねうちの親からですね、はい、あのこれをサインしてきてくれということでこれをカフィフィギュアをすごいすごい。これ相当前ですよ。これ相当前ですね。まだこうあのジーンズ履かれてる時代のやつなんで、ね、これあの正直アマゾンで買ったんですけど結構7900円でした。うっそー。これ好きなんでこれ。おもろしい。ぜひね、こちらの方にまたさ。いいですか。ぜひぜひお願いします。ちゃんと仕込んどくとこがいいですよね。なんでカバン持ってんだろう。このためです。お願いします。あ、嬉しいな。これはどうしよう。もう完全に僕はもう本当に当時付き合ってる顔をずっと見てましたから、パフィーは。嘘やった。完全に彼女がね。じゃあその当時付き合っていた彼女とら来てください。もう連絡取れませんね。あの頃の思い出語り合おうよって。もう連絡取れません。2名分ね、あのいいお席で2名分用意。マジですか。なんかラブシートみたいな感じでちょうど来ましたけど。いやそれ多分ねもう。これはやらしいですね、普通に。俺とのあの思い出ちょっと語るのか。今度生歌聴きながら。完全にもうご結婚されてるんで、もう会いたくもないですけど。いやでもありがとうございました、はい。よかったらまたね、400回目ぐらいに来ていただけると。そうですね、そのまで当たってなかったらぜひ来ます。この企画10年やってきますんで。10年間当たらないってこと？そう。10年間当たりませんか。10年間やってきます。じゃあ、いい時に来ます。では、吉村レムさん、誠にありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さん400回目で会いましょう。さよなら。バイバイ。チャンネル登録。